雰囲気のあたり、なんであれやってんだ。こちらを蹴ってもいいけどさ、足りなくなってさ、ならない状況、あと1台回さなきゃいけない状態でもかもして、蹴りまくって、誰よりもポイントが高いやつだよ。で、もこない家ね、ダルト画面。壊れたら終わればいいじゃん。キラーが俺を楽しませねえなら、エンターテインメントがないキラーなんかどうでもいいだろう。マジで困るなぁ。このとも言えねえしよ。こんなやつとゲームするかとも言え。フェアプレイやられるとさ、照れちゃうね、もう。フェアプレイされちゃうとさ、文句言えねえんだよなぁ、もう。フェアプレイするようなやついたらさ、文句言えねえっていう。早く終わりたい。てるって。マークゾーンを作りたいんだよ。マークゾーン。沖縄のマークゾーン。バルキリーの何があるんだよ。
ガラクタだ。ガラクタだ。ベッドがないと分かる。まあ、ガラクタの。
接着状態の時に真ん中を切ってる間にただ近づいたるフェア感のこと何だよな。ここも使ってはいだね、こうなるって。他の2人があまりに強すぎて金で真ん中すら回さない、同じ位置に入る。二人もいらねえだろ、あんな位置セアが回してる位置なんて分かるだろ。ダメだね、だって真ん中も使ってくれねえんだよ。もう本当使えねえだろ、真ん中使わない位置切りプレイヤーって。真ん中使わないでどうすんのってレベルだもん。一人だけ狙われんの、一人二人ともチームプレイやってくれないの。このここを回さないって包帯止めりゃ8回頑張りゃいいじゃん。下の方はやってくれないし、誰もこれがこうしてとかやって箇所を使ってくれないと無理だよ。いろんな箇所を使ってくれないともうだよね。もう何もしねえんだもん。もう何の策も打ってくれねえんだから自力になるよね。もう何にもしないのこいつら。もう本当に計画がひどいし。柵を練ってくれないの。もう無理だろ、柵はもう大丈夫。誰も協力してない。電気回させるんだよ、目的は。目的は不格好なチェイスでいいんだよ。これで発電機回った。ハーパープレイヤー、ハミプレイヤー、ハミプレイヤーだろ。俺すげえだろ。わざとロッカーバンバン来たんだよ。女性が惚れるプレイヤー、これも勝っただろ。スゴ技おとりだったんだよ。お前の負けだ。これがナンバーワンである証。もう本当にケイトってもう戦力にならないっていう、恥ずかしいと思わないかっていう。ネアが回してるのは知ってる。もう意味のないことをしても意味がない。俺の勝ちは確定したから。意味のないことをしてもお前の負けは確定。ケイトはどうせ来ないから、この近く近くスピードにグルやったらまあシートネアでしょ。ケイトは先来ないから。
なやつが来たらもうマジでお前は今まで何やってたんだっていう、一度も発電機触んないで逃げ続けてるだけのやつ、反逆、自己犠牲でチームプレイをした人間、自己犠牲を選んだのは俺、もう無駄だから、相手の放置に対しては無駄だから、もういやもう脱出なんだけど、自己犠牲は反逆の状態を求めない。でほら今まで発電機をサボって来るからもういいんだって、もう意味がないんだって、抜けろっつってんのに抜けねえのよ、今までチームプレー皆無のやつが抜けねえの、マジで驚くの、誰が見てもこれ俺 MVP だからな、献身の働きで通電で誰が見ても納得だぞ、わざとロッカーバンして八角を作ったって、神のプレーをやったっていう、いやーもうこれ逆転だけ食らうわ、逆転だけ食らうで、これ本当に相づり放置に対して、こんなキラーに対してこんなしょうもないことしかできないんだよ、相づり放置、いや血の番人があるから抜けろっつってんだよ、おかしいと思わねえのかよ、マジで無能とゲームすればもう無理だわ、これをこんな俺ここまでやったんだぞ、いや来たかずだよな、ここで抜けないやつらってもう本当に信じらんないよな、チームプレイかけらもしねえやつが抜けてくれないんだよ、マジで信じらんねえんだよこいつらとゲームすれば、チームプレイも何もやんないやつが抜けないの、抜けろよ早くよ、お前たちのプレーって何の役にも立たねえじゃん、俺の神プレーと違ってチームプレーはやってくれねえようなやつが抜けねえでよ、何してんだよこっちから言わせればよ、おかしいだろこのケイゾロがよ、発電機をずっとサボり続けたやつがやってるプレーはこんなプレーなの、マジで驚くの、発電機の5代目サボり続けて俺が全部チームプレーずっとやって抜けることをやってくれないの、ここすげえよな、発電機一台も回さねえやつが今やっと回してる、マジで驚くの、間に合わなかったってこれだから信じらんないのよ、これだから信じらんないの、マジで驚くだろ、出ることができないで今までサボり続けて何やってんだってやつがこの盤面抜けないの、マジで驚くで、5代目以降役立たずみたいな感じのやつがこの3人盤面で抜けないの、俺が神プレイヤーだからワールドクラスの10番ナンバーワンプレイヤーだからネアがもう回してること分かった、だからロッカーバンバン生き残るためじゃないの、ネアの発電機を回させるための策を取った、で時間稼ぎ、ケイトがまず存在価値ゼロみたいな感じの画面 見直してみろ、本当に触ってないから左一人一つも一つ気づいたんで、ネアカールソン触ってることもで、うまくかいくぐれたからあのロッカーを、だからもう回させなきゃいけないから言ってんだろ、一発もらえばいいんだよ、そうすればネアのとこに行かないんだよ容易に、ガラクタがあるのは知ってるんだよ、ガラクタがあっても行ったじゃんこいつ、キャラクターがあっても言ったじゃん、神プレイヤーすごいでしょ、これが本当にすごいでしょ、こういうプレイをやるんだよ、女性が惚れるプレイヤー、子さんのこのケイト、ネア、フェンミンがもう本当に惚れると思うよ、ミカエラもヒロちゃんかっこいいって、ナンバーワンプレイ、なんでヒロちゃんがナンバーワンプレイヤー、女神が惚れる、デドバの勝利の女神が惚れるプレイヤーなのか、自己犠牲だからだよ、チーム世界屈指の、それでこれでまた勝たせただろ、自己犠牲だ、チームプレーだ、最後に選んだのは
これが本当の神プレイヤー。今度のプレイヤーは神切れの方の神だけど、これはもっともっとスーパープレイ。それが自己犠牲だから。見えたんだよ、 UI を必ず見ながらゲームしよう。ネアが回してるんで、ネアの位置はもう知ってる。小屋だ。ただガラクタがある確率が高い。だから俺がね、狙われないで、一発も狙われないとか、わけわかんないプレイをすると、ネアのとこに真っ先に行くんだよ。でも、俺が目の前にいたら容易に行けねえんだよ。で、なんか俺も失敗してしまっていたところで。一発も食らってるようなやつなんて、こっちの方に人が集中するんだよ。ガラクタの気持ちが出てるはずなんだよ。それでも、俺の方に来たんだよ。その瞬間勝ちだよ。意地張った瞬間に。もう、ケイトが機能していないことさえわかれば、これは絶対ネアに。リカエラのとこなんか行かない。本当は。でも状況がわからんのよ、キラーは。キラーは目の前の俺に集中させる、その間に回させるなんて、ガラクタがあるから結構難しいから、俺に集中させなきゃいけない。言ってるじゃん。一発与えればいいんだよ。そして逃げればいいんだよ。この状況でキラーが追わないはずがないから。熱くなってるキラーに。負傷状態を作るんだ、相手意図的に。そしてチェイスするんだよ。ここからチェイスするんだよ。頑張って。そうすれば、キラーは追ってくるから、あの状況が作れる。ちゃんと UI 見るんだよ。これが神業。これがヒルシャー。ナンバープレイヤー。